久保さん、まあ、痛みなくして、痛みなくして、無理ですね。戦場に行って、無傷でね、全く無傷で戦争に勝つって、超難しくないですか戦争、誰も死なない、誰も無傷で勝つとかね、絶対無理だと思うんで <laughs>。まあ、ビジネスは僕は戦争だと思ってますので、まあ、選ばれるか、選ばれないか、もう戦い、しのぎ合いだと思うんですよね。 でそ,れそこで、まあ、仕事もそうだと思うんですよね。うん、出世するっていう、まあ、出世するっていうこの段階層があるので、出世競争とかね、受験競争、受験勉強競争とかね、東大に受かる競争とかいっぱい、まあ、競争社会じゃないですか。まあ、その小さい頃から運動,運動会レベルまで落とし込んだら、運動会でね、かけっこして1位、2位、3位とか決めますよね。まあ、今ちょっとわかんないですけど。 なんだまあ、競争に生きていかないといけないわけですよ。うん、ビジネスしていくんだったら、選ばれないといけないですからね。なんで、そこで、選ばれるためには、あー、代償も必要ってことです。うん、だ選ばれたくないんだったら、なんだろうな。あ、でも、選ばれないと就職もできなくないですか君、うちの会社で働いてくださいって選ばれないと、無理じゃないですか。だから、基本的にさ、選ばれるっていうことは、 例えばじゃあ会社に君うちの会社で働いてくださいって言われた瞬間に会社でね嫌なことがまた起こるわけじゃないですか。じゃあ30年40年会社で働いてねいいことしかありませんってありえます人間関係のトラブル、給料少ねえなとかなんか仕事のトラブルいっぱいあるでしょでもそれは選ばれたからですよね。あなたうちの会社で働いていいよって。なんか、なんかもうちっちゃいことまで落とし込んだら そのむ何かしらその、なんだ、あるわけじゃないですか。うん。だから、どんなリスクを選ぶかにしましょうか。どんなリスクを選ぶのか。な、何やってもリスクはあります。生きてるだけでリスクなんで。生きてれば死ぬリスクがあるわけですよ。生まれた瞬間から死ぬリスクがあるわけですよ。うん。 病気にかかるリスクもあるし、車を運転したら事故るリスクもあるし、飛行機乗ったら墜落するリスクあるし、電車乗ったら脱線するリスクあるし、全部リスクだらけじゃないですか。で、どのリスクを取り、取りますかっていう、みんなメリットだけを求めてるんですけど、逆に言うと、どんなリスクを取るのかっていうのを考えた、考えることって少ないと思うんですよね。うん。リスクなしでね、 うん戦争で勝つのって難しいと思うんですよね。うん、まあ、人生に勝つというかね。まあ、ずっと人生長い目でいいことしかありませんってことはないでしょう。生まれた瞬間から悪いこと一度たりともありませんっていう人生を送ってる人っていると思います。僕はいないと思います。この世界総人口70億人か80億人いる中で、生まれた瞬間からいいことしかありませんと。悪いこと一度もありませんと。嫌な気持ちになったこと一度もありません。 これないんじゃないですかもう生きてるだけでリスクですからどんなリスクを取りますかというところでございますねいってらっしゃい